ハードスパンは、アメリカ合衆国の競争場、シュボバである。主な勝ち倉は2007年キングスビショップステークス。主戦機種は、マリオピノ。2006年10月にデラウェアパークの未勝利戦で、デビューし、8と3、4馬身の圧勝で、デビュー戦を飾る。するとそのまま年明けの G3 レコントステークスまで4、連勝する。その後、 一般競争のサウスウェストステークスで初黒星を喫するも G2 のレーンズエンドステークスを勝利しクラシック路線の有力場として見られるようになる。しかし肝心のクラシック戦線ではケンタッキーダービー2着、プリークネスステークス3着、ベルモントステークス4着と常に上位には入ったものの一度も勝利することはできなかったベルモントステークスの後は ハスケル初待半でキャップに出走するも、エニー・ギブン・サタデーに交わされ、カーリンとの2着争いを制するに止まる。そこで距離を短縮した、キングス・ビショップ・ステークスに出走し、初めて G1 を制覇し、さらに自走の G2 ・ケンタッキー・カップ・クラシック・ステークスでは、ストリートセンスを破っている。続いて、ブリーダーズ・カップ・クラシック出走。不良馬場となった。 当日のレースでは、それを利用して、果敢に逃げ粘るも、最後に、カーリンにかわされて2着に敗れた。2008年より、アメリカ・ケンタッキー州のジョナベル・ファームで、種ボバとして供養される。初年度の種付け量は5万ドル。初年度3区から20頭以上のステークスカチューマが、現れ、北米セカンドクロップランキング1位、ファーストクロップ及びサードクロップランキングで、 確認になるなど、多くの活躍場を送り出している。2014年は、日本のダーレージャパンスタリオンコンプレックスで、種付け料400万円で供用されたが、この年限りでジョナベルファームに復帰する。ありがとうございます。